日暮れを迎えた昨日の阪神甲子園球場、夜のグラウンドを照らすための鉄塔照明が試合を盛り上げる新しい術を身につけ生まれ変わりました。虎が走ります。これは照明を LED に変えたことで叶った演出。これまでは点灯に30分かかる場合もありましたが、ピカピカと点滅までできるようになりました。 LED 化は二酸化炭素の排出量がおよそ 60% も減らせることから進んだプロジェクトです。もちろんコストの削減にもつながりますが、プロジェクトを知った当初について開発担当者は、よくよく聞くと2色あってって話があったので、結構大変な話だなっていうのは感じました。甲子園球場が出した条件、それがカクテル光線っていうのが生まれて60年以上経つんですけれど、必ずこれだけは実現してくださいと。甲子園球場の代名詞ともいえるカクテル光線、明るい白の電球と消費電力の少ないオレンジの電球を混ぜた甲子園球場で生まれた伝統ある照明です。あの色味を再現するという緻密な作業が待っていたのです。こういう試作機どれぐらい作らはったんですか？20台から30台ぐらいというぐらいの量になります。台車も乗せてってゴロゴロ転がして持ってって、もう測定器で今何回も測って、何してんだろうっていう目で見られてたかなと思います。さらなる課題は 8K 放送に対応すること。肌の色が自然に見える最適ラインに合わせて照明は作られます。しかし2色のライトを同時につけたカクテル光線を最適なラインに合わせるため、あえて白とオレンジをそれぞれラインからずらすのです。実験を続けること2年、ついに世界初の LED カクテル光線が実現しました。何とも言えない優しい色だと思います。六甲おろしの頭で黄色に染まるシーンっていうのが、阪神のカラーも黄色ですから、甲子園球場はやっぱり黄色を大切にしていきたいと思います。結構やりやすいなっていうのはなんかネットのニュースにもあって、あ、よかったっていうふうに感じました。もう捨てる時が来るかもしれないですね。そうですね。ちょっと名残惜しくないですか？いや、もう正直言うと、もういっぱい見たんでどこか懐かしさを感じる温かな光、時代に合わせながら愛着を大切にしたい気持ちに照明技術が応えています。